まあ、こんにちは。本日はですね、この汚いバイクのシートをですね、ちょっとお掃除してみたいと思います。ね、もうこれ汚いでしょう。まあ、バイクっていうのはね、こんな風になりますけどね。まあ、これ合皮でね、できたやつだったらば、簡単にね、上からなんかちょこっとね、雑巾で拭くだけで綺麗になりますが、このなんかオフ車とかはね、こう滑りがね、あんまり出ないように、こう服にね、噛むような感じで、このシボっていうんですかね、こういうなんか特殊なね、パターンの入った材料でね、このシートができておりますので、この中にね、特に泥道なんかね、行った時は土ぼこりが入ったりなんかして、もう真っ白になっちゃったりしてね、もう蓄積してしまいますので、まあこういうのをね、簡単にね、まあ綺麗にできる方法を本日はですね、やってみたいと思います。はい、それではやってみましょう。それではですね、この汚いシート磨いてみたいと思いますが、この手のシートはですね、意外にね、丈夫いとはいえ薄いんですよ。でね、なんかちょっと強いね、ブラシとかでね、擦っちゃったりするとね、意外にも傷がついちゃったりとか、それからまあ破けちゃったりとかね、する可能性ももちろんありますので、意外にね、座ってる時はね、感じませんけど、磨こうと思った時にね、結構ね、あれ、このシートの材質やばそうだよなっていうケースがね、結構ございますので、ちょっとだけね、気使ってあげるといいでございますので、で今回ご登場いただくのはですね、いつものこの激泡ガラスクリーナー、こいつがですね、実はすごいね、バイクのシートの汚れを取ってくれるんですよ。まあ、いつものね、泡になってくれる激泡クリーナー、非常にですね、浸透力が高くて、この手のですね、なんかシボみたいなね、感じになったシートやるときにはね、非常にやりやすいでございますので、おすすめでございます。で、もう一つはですね、これでございます。これね、ちょっとね、これタグがついてるから、これお見せした方がいいですかね。これね、これインダストリーコアさんというね、会社のこの豚毛のね、機械ブラシっていうのがあるんですよ。豚毛ってね、昔はね、高かったですけどね、まあ、今はね、とてもお安くなりまして、でね、このね、ブラシの先がね、すごくね、当たりがいいんですよ。でこういうね、合成樹脂とかのね、シートをね、お掃除するにはね、もう安全にね、できますのでね、非常におすすめなんですね。この手のひらと比較すると結構大きいでしょ。12、3センチので幅が3センチぐらいありますかね。12、3センチで3、4センチってことですかね。なのでね、この手のお掃除をね、するときもすごい楽なんですね、これ。で、毛が当たりが柔らかいので、傷つけたりいたしませんので、これね、非常にね、おすすめのブラシでございます。はい、それでは実際にね、やってみましょう。で、まあ、いつものようにですね、この激泡クリーナーですね、よーく振っていただいて、で、私の場合はもうダイレクトにね、ここにね、こんな感じでね、かけちゃうんですよ。もうたっぷりいっちゃってください。もうね、油とかがついてますので、激泡もね、弾かれる時ありますので、なるべくね、たっぷりめにいっちゃってくださいね。で、これも、ちょっとだけね、つけ置きしてあげるとね、いいと思います。まあ、この泡がね、消えてくるぐらいで構いません。まあ、2、3分経つとね、この泡ってね、消えますので、それを目安にね、していただくとね、いいかもしれません。はい、でまあ大体ですね、これぐらい泡が消えてまいりましたですね。結構もう汚れにね、これで浸透しておりますので、ここから今度こちらのね、ブラシにもね、私ねかけちゃうんですよ。こうやってイヨン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 って、でこんな感じにしておいて、あとはですね、こういう感じですね、さーっと拭いてあげるだけでございますね。これだけでね、無理をせず
バイクのシートってね、めっちゃ綺麗になるんですよ。このブタ毛のね、当たりが非常に柔らかいので、傷つけることないですね。で、こういうつなぎ目のね、どことかね、もう簡単にですね、毛の先が入っていきますので、綺麗になるんですよ。簡単でしょ？これ軽トラのね、こういうビニールシートとかもね、まあ、農作業とかやった後に汚れちゃうケースがございますよね。こんな感じにね、メンテしてあげればね、ずっとね、ピカピカでございますよ。激泡はね、これ水入ってませんので、サビとかもね、出したりいたしませんので、簡単にね、安全に綺麗にね、することができるんですよ。ほら、これ、こんなにね、この色って砂っぽいでしょ、やっぱりね。表面のね、劣化ももちろんあるでしょうけども、主に砂ぼこりですね。いかがでしょうか。で、これでね、ゴミをね、かき出すって感じですよね、やっぱり。で、本当はね、これにいろいろとクリーナー入れたいとこなんですけど、やっぱりある程度ね、お尻がね、しっかりとね、座りが良くないといけませんので、こいつはね、それで、ツルツルには、このようにね、拭いてあげた後に、自然に界面活性剤が表面に入るので、汚れてきてもね、またすぐにね、汚れをね、取ることができるようになるんですね。なので、まめにね、この激泡でね、ちょっと汚れたなと思ったら、もう、こう軽くね、激泡を敷いていただいて、で、これでね、こうやって、汚れをね、取ってあげれば、もう簡単にですね、バイクの汚いシートをですね、お掃除できますので、もうこんだけのことでございます。でもほら、2回目は、あまりね、黒いの出てこなくなるでしょ。こうやってね、まあ、2、3回やってあげれば、もう潜在的にある、とても汚い汚れがね、綺麗になりますので、ぜひね、激泡クリーナーでお試しいただくと、簡単に昔の黒光がね、戻りますのでお試しください。はい、で、激泡でね、しつこいね、汚れを落としたら、今度ね、ちょっとね、こうやってね、最後拭き取る意味も含めて噴霧器でね、水をかけていただいて、で、あとはね、ショップタオルとかでね、拭き取っていただくと激泡の残り成分も取れますのでね、非常にクリーンなシートにしていただくことができます。こんな感じですかね。もうこちらのね、今拭いたショップタオルにももう汚れほとんど何もないでしょう。で、こんな感じでね、まあ定期的に拭いてあげればバイクのシートでね、結構長持ちいたしますのでね、この方法おすすめでございますよ。で、今度はね、裏側やってみたいと思いますが、この裏側っていうのもね、結構鬼門で、このフレームにね、固定するためのフランジとかがついておりますんで、これがね、気がつかないうちに錆びるんですよね。で、あとこのシートのね、まあ合皮ですね、合成皮革を止めてるこのホチキスのですね、親玉みたいなやつですね、これなんかも錆びてくるとですね、これ錆びるとね、何がいけないかっていうと、車体の方にね、この錆が移るんですよ。なので、なるべくだったらね、錆させないようにした方がね、いいんですよね。で、私の場合はこの裏側もね、このプラスチックのね、成形樹脂とかに汚れがね、これつきますので、こんな感じでね、いつもまずは激泡クリーナーでお掃除してしまうんですね。で、これもね、やっぱり油汚れとかがね、ついてる場合があるので、最初にね、激泡クリーナーでね、
こう落としてあげないと、こう黒ずんだところがね、なかなか綺麗になりませんので、こういう砂をね、噛んでる茶色い色がね、出てまいりますので、特にオフ車なんかはね、高圧洗浄とかでね、ザーッとやっちゃうと、結構ね、こういうところに水が残ってね、錆びますので、なるべくだったらですね、砂がね、ドロドロについた場合は、大まかにね、まあ、水で洗っていただいてもいいんですが、その後にね、やはり、ちょっとね、クリナでね、こうやって拭いてあげるとね、界面活性の役目もございますので、樹脂がね、守られると思いますので、ちょっとだけねこうやって拭いてあげるとねいいでございますよ。私の場合は、まあ、汚れがねちょっとしつこい場合は、いつもご紹介しているこの噴霧器でね、こうやって軽くね水をね入れてあげて、で最後ねこんな感じで水拭きをねしてあげるってことをやってます。でこれでね、まあ、クリーナーも全部除去できますので、軽いね水で、こういう時にね噴霧器あると便利ですよ。水道とかだとね、意外にちょっと多すぎちゃったりしますし、逆に濡れ雑巾だと細かいところにこう水がね入っていかなかったりしますけど、この噴霧器があると軽いね、このちょっとした雨に濡れたような感じのね水分をこの汚れた面にね入れることができますので、一つ持っておくとね、こういうお掃除の時に楽でございますね。はい、で今ですね、ここからこのね固定するためのねフランジを外してみたんですが、こんな感じでね、もうサビがね少し出始めていますね。でこのサビがね、実はね厄介なんですよ。これをね他っておくと、このバイクのねシートの下からね、夏場とかね、まあ梅雨の時期とかね、下からねこうふわーっとね蒸発した水蒸気がね上がってきて、で逃げ場がねなかなかバイクってないんですよね。でまあ当然空気が通るとはいえ、こう水に浸かってね、こういうふうにちょっとずつちょっとずつサビが出てくるんですね。でこういうのもねしっかりとね処置をねしてあげると、今後ですねバイクがね錆びてくるのをね防止してくれますので、こういうね小さな錆がね、マフラーとかね錆びさせちゃったりするんですよ。こんなちょっとの錆が映るんですね、錆って。だからね怖いですので、なるべくだったらね、まあ綺麗に磨いていただいて、でまた塗装、もっと分厚い塗装をねかけていただいてもいいんですが、私はねこういう風にやってるんですけど、これね例えばね改めて塗装をやったとしても、これ当たりが出てるところがあるわけですよ。こういう風にね塗装が取れちゃうところなので、まあこれボルトで、ね、押さえてるところなんかもそうなんですよね。だからいずれまた同じことが起きるんですね。なので厄介な部分でもあるんですよ。実際にはね塗装をかけてもまた取れちゃって同じことが起きるぞというならばですね、もうねこのままでね私はいつも行くんですけど、これねいつもご紹介している CRC556DX なんですが、まずねこうやってこう錆びている位置にねこの CRC を塗布していただくんですね。でこいつすごく浸透力が高いモデルでございますので、この錆とかにもねうまく簡単に浸透してくれるんですね。でもうとにかくねまずはサビをね取っておかないといけないものですからね、これスチールたわしね、でこれでねもうこうやってね軽くね CRC をかけてねこするんですよ、こうやって。でそうするとね軽くこするだけでねこのサビがね綺麗にね取れてくれるんですね。どうでしょうか、ほら今取れちゃったでしょサビがね。で塗装をね傷つけずに、なるべくだったらですね、サビだけちゃっと取りたいときはね、この方法使えるんですね。本当にね、このスチールたわしね、紙やすりじゃないので下地の塗装にね、あんまり影響がないんですよね、これ。
なのでこうやってね 556DX をかけてこするだけでこれサビ度がね取れちゃいますので、もう一回やってみましょうかね。ここねちょうどいいですございますので、こうやってまずはこんな感じでね、シアシ 556DX をかけていただいて、でもう本当にね軽くねこうやってこするだけで、ちょっと拭き取っていただくとね、ほらもうサビ取れちゃうでしょ。この DX ってねすごいんですよ。でこういうね、あの一番ね強いねサビが出そうなところは、このでこの 556DX ね、こうやってねかけておいていただいてね、まあ、作業やってる間にいろんなところへザーッとこう浸透してまいりますので、ちょっとだけ置いてあげるとこいつもねあの綺麗に取れるんですね。でここら辺やってみましょうか。これね CRC がね非常に素晴らしい浸透力なもんですから、この手のねサビがね、まあ、下面のねあの塗装はこの錆びてる、もう錆びてるところは下面の塗装がもうなくなっちゃってるところなので、こうやってねまあ思い切ってねゴシ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 ってねこすってあげてください。でそうするとね徐々にねこの錆びだけね取れてまいりますので、今これ左と右こんだけのことでねもうこのな錆び取れちゃうんですよ。何もねあの特殊なね薬をね使わなくても大丈夫ですからね。でこういうことを繰り返していただいて、まずね大まかにね錆びはね取っていただいた方がいいと思います。はい、でもう一つなんですが、こちらのねあのシートのマウントでございますが、これもねあのゴムでできておりますので、劣化してくるとねこうちょっとひびが入っちゃったりするんですね。これね入ってますでしょ。結構ねシートってやっぱり力がかかってますので、あのできれば新品交換したいんですが、まあとりあえずはね新品交換する前に様子見たいって場合はですね、こういうゴム部品も私がいつもご紹介してですね、いつもご紹介しているこの信越シリコンをですね KF96 このゴムにねあの塗布してしまうんですね。で塗布はですねこれあの結構ね多めにいっちゃっていただいた方がねいいでございますので、でこういうのねあのこうやって塗り込み型のね手塗りのできる KF96 の方がねこうしっかりとですねこのゴムの中に浸透してくれますので、この劣化をですね劣化を防いでくれますので、こんな感じでですね思い切って塗っていただくんですね。そうすると基本的には表面保護してくれますので、まあ、ショックによるねあの力で割れてくるのはちょっと防げないですが、こういうひび割れがねあったところにもこうやって擦り込んであげると保護になりますので、あのまあとりあえずね持たせたいという方にはねこのメンテの方法おすすめでございます。でマウントにシリコンが乗るとあのキシキシとかカサカサとかでね音が出る時はありますが、そういうのもねあの防げますので、こんな感じで保護してあげるとマウントも長持ちいたします。でこの接合部もねあのもうこうやってシリコンをね塗ってあげると、あのビスとかにもこうやってシリコン塗っておけば錆びてきませんので、もうあんまり拭き取らずにねこの箇所はねこのままちょっとベタっとついた感じでね放っておくといいと思います。であとはね元に戻していただくだけでございますので、こんな感じですね。はい、で先ほど磨いたフランジをこんな感じでね取り付けていただくと、でそうするとねここにこのシリコンが入ってますし、 CRC がこのフランジにもついてますので、かなりね錆防止できますので、一度ねシート外していただいてこのセットを確認していただくといいと思います。でこれがねこの上のブッシュですが、もうこれちょっとね切れてきてますでしょ。だからこれ以上もあまりね劣化しないようにこんな感じでシリコンをですね塗ってあげて、まあこれはねあの本当だったらね交換してほしいんですが、まあ暫定的にねまあとりあえずはこう予防措置をね取っておけば、また大きく劣化するのは
少し緩和できますので、こうやってね、小さなブッシュにもシリコンを塗布しておくとですね、大きなね、あの劣化を防ぐことができますので、あんまりね、このシートの下をね、見たことがない方はぜひですね、一度サビとかがないかを点検していただいて、もしあったらね、 CRC556DX とこのシリコンでね、押さえていただくということをやっていただくのがいいと思われます。最後にですね、私の場合はこの下にね、こうやってね、シリコン塗っちゃうんですよ。いつもご紹介している KF96 のハケ塗りでですね、でこのプラスチックもですね、あのいずれはね、劣化してきてひび入ったりいたしますので、でこういうね、あのゴムのところから大きなね、ホチキスがついてるところ、ここなんかをね、しっかりとね、塗り込んでください。そうするとね、このね、ホチキスが錆びてくると非常に厄介でございますので、外す時にもね、外せないとかね、腐っちゃって折れちゃったりしてね、でフレームのところに当たるやつですね、ここはね、マウントになってますね。でこういうのもね、全部シリコンがね、綺麗についていれば劣化がね、少し避けられますので、しっかりですね、このハケ塗りでこのシートの下にね、塗っといておいていただくとですね、当分メンテしなくてもね、もう錆とかにね、あの襲われずに済みますので、これをやっとけばね、変なコストかかりませんのでね、バイクは。まあ、とにかくハケ塗りで塗っていただくと分厚く塗れるんで、スプレーだとね、ちょっと弱いと思いますね、実際は。やっぱハケでこうやってまんべんなくね、たくさん塗布してあげるのが一番有効でございますので、ぜひお試しください。で、まあこれでね、一通りこのシートのね、メンテは終わりでございますが、このね、裏側はね、やっぱり、ね、鬼門ですのでね、結構ね、裏の方が気合い入れてやっていただいた方がね、いいと思います。もうポイントとしては、もうこの固定しているね、フランジボルト、それからこのブッシュですね、このゴム系の部品、この辺が傷んでないかね、しっかりチェックしていただいて、こうシリコンをね、塗って保護していただくとね、非常にバイクのシート長持ちいたしますの で、 あと鬼門はこのホチキスこいつがね、もうボロッカスに錆びるともう厄介でございますので、この錆びないようにね、こうシリコンをね、塗布しておいていただくといいと思います。で、当然シリコンはですね、熱に強いでございますので、このバイクの場合だとエンジンのね、熱とかが上がってまいりますと、こういうプラスチックの部品はね、やっぱり耐久性はあるとはいえ、少しずつね、変色してきたりするので、このシリコンをね、ちょっと残した状態にしておくとね、あの保護になりますので、耐熱でありますし、あの基本的にこれ、あのシリコンは燃えませんので、あの熱をね、防止するにはですね、非常に素晴らしい物質でございますので、このままね、私の場合は結構ね、残した状態で、結構ベタベタしてますけどね、泥とかが跳ねたって、もうシリコンのワックスがかかった状態と同じでございますので、こういう風にですね、いつも保護するようにしております。ということで、本日はですね、このバイクのね、シートをお掃除してみましたが、結構ね、オフロードで使ったバイクですが、結構綺麗にできるでしょ。でね、ほんとね、汚れたらね、あのご紹介したですね、このブタ毛のブラシ、これね、すごくね、あの当たりが柔らかいので、こういうね、あの特殊なね、細かいなんか模様がついてるね、この服にね、よく噛み込むタイプのね、こういうシートの材質でございますが、こういうところのね、細かい汚れなんかはね、すごく綺麗に取れますので、意外にね、こういうのね、あのゴシゴシやると傷つきますからね、厄介でございますが、激泡クリーナーとですね、豚毛ブラシですね、それとまあショップタオル1枚あると、このセットでもこんな感じまで綺麗にすることができますので、もしね、ちょっと汚れで困ってらっしゃったら、お試しいただくといいかもしれません。以上、本日はですね、
バイクのシートをお掃除してみました。ありがとうございました。